これたか神皇は、門徳天皇の第一王子。母は、キナトラの娘、キシズコ。官位は四品、団上院。小野宮をやごうす。父、門徳天皇は、皇太子として、第四巫子、これひと神皇を立てた後、第一王子のこれたか神皇にも、これひと神皇が、長僧に達するまで皇位を継承させようとしたが、藤原義房の反対を危惧した。 原神の還元により実現できなかったと言われている。これは、これたか親王の母が、騎士の出身で、後ろ盾が弱く、一方、これ人親王の母が義草の娘、秋子であったことによるものとされる。また、これ人の成人後に、これたかが行為を譲ったとしても、双方の子孫による、両党鉄律の可能性が生じ、くしくも、門徳天皇が立退死する契機となった。 上和の変の再来を危惧したとも考えられる。ただ、この決定に対する不満が、朝廷内部にあったとされ、100年以上経った観光8年一条天皇の皇太子をめぐる厚安親王派と厚平親王派の確執があった際、これたかと厚安の境遇が類似しているとして、この決定の是非が議論の対象になったという。また、立太子をめぐり、吉房と、 キナトラがそれぞれ新言像の空海の弟、マミヤビと、これカ神王のご地蔵、神勢とに手法を行わせた、あるいは二人が相撲を取って、決着をつけたという伝説もある。天安元年、文徳天皇の前で元服して四品に除せられ、天安二年十四歳で、現在の福岡県、太宰言の措置に任ぜられる。その後、太細卒、壇上院、日立大使、 上野大使を歴任する。上岸十四年病のため出家して、元角と交し、小野に陰性した。その後、山崎、水瀬にも関挙したと言われる。それから、京都市北区雲ヶ旗の岩屋山金布寺に宮を建て、移り住む。幸運入道と名乗り宮を幸運寺としたとも言う。有原の成平、木有立らも、新能のもとを訪れたという。その後、病に倒れる。 四季狭り、五所の川上にあたる金プ寺を避け、さらに北にある、小野号、大森の地へ移り亡くなったという、官平九年二月二十日公居去年五十四歳、直線歌人として、古今和歌集以下の直線和歌集に六首が、再録されている。京都市佐京区倉巻船町にある、夜泣き峠は、幼少のこれたか新能が乳母に抱かれて二のせい出る、時に、 山で人を明かされたが、新能が夜泣きされたため峠にあったお地蔵二眼をかけた途端に泣きやまれたことから、夜泣き峠と言われるようになったという、現在も誇らが立っている。六国史による、大見国館座気分君ヶ旗をはじめ、記事史の中には、これたか新能を外する伝承が全国的に見られる。日本の国家、君ヶ世は、作詞者不明とされてきたが、記事市の藤原、 阿生石くらい佐右門のが使えていた、これたか新王に読んだ歌という説がある。また、東新郎を支持した騎士は、側近だった者らを検証し六花線となったと言われる。京都市北区大森東の安楽寺はこれたか新王の墓と言われ、平安時代初期作とみられる、薬師如来座像が安置されている。これたか新王を主催神として祀る神社が、各地に存在する。 木地市の伝承によると、大見国ヒル谷で陰性していた、小野宮惚高新王が、住民に木工技術を伝えたのが木地市の始まりであるとする。これによって、惚高新王は木地市の祖と呼ばれ、同地の大港基地祖神社の他全国の山間部で祀られている。また、北区雲蛛が畑には惚高神社がある。ありがとうございます。